おはようございます。あの JBD 北海道会長自ら早朝からお越しになって、見ててくださってます。選手に向けて一言頂戴してもよろしいでしょうか。はい、今年初めて、北海道ボールルーム伝説連盟が主催するクラス別です。これからねコロナに負けずやっていくためにも皆さん頑張って踊ってください。ありがとうございます。最後に視聴者の皆様に一言お願いします。そうですね、社交ダンスは体の接触があるので、そういう感染の危険性とか心配される方が多いですけども、我々これまでコロナが発生してから3年間、競技会やってますけども一度も一人もね感染者出てませんので、安心して、ダンスを楽しんでください。ありがとうございました。はい、おはようございます。おはようございます。審査委員長の奥野先生、お見受けしましたんでちょっと一言頂戴したいと思います。はい、今日の審査に向けて何か意気込みなどありましたらお願いいたします。まずですね、最初に天気のいい中北海道小樽のまで皆さんお越しいただきまして参加していただきましてありがとうございます。今日審査委員長ということでですね、皆さんの日頃の練習の成果をしっかり見て審査させていただきたいと思いますので皆さん精一杯日頃の成果発揮して頑張ってください。ありがとうございます。はい、視聴者に向けて何か一言ありましたら。社交ダンスはですね、見られてない方とか見慣れない方とかいらっしゃると思うんですが、非常に楽しいダンスですので今後皆さん参加どんどん見ていただければと、あとお友達にどんどん紹介していただければ非常に嬉しく思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうお一方、審査委員長の塩味真一先生、お見受けしました。こんにちは。よろしくお願いします。もし一日意気込みなどありましたらお願いいたします。そうですね、皆さん今日に向けてしっかり練習してると思いますのでその成果をしっかり見て評価したいと思います。ありがとうございます。視聴者の皆さんに何か簡単な一言あればお願いいたします。はい、今までコロナでいろいろ制限されたりしておりましたけれどもだんだんそれも解除の方向になってきてますのでダンスを皆さんこう楽しんで競技など、見るのもそうですけれども競技も競技会に参加する方も増えてくると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、女性審査員の方お一方お見受けしました。お名前教えてください。はい、三宅さと子です。はい、今日の審査に向けて、意気込みなどありましたらお願いいたします。はい、選手の皆さんが真剣に、踊られると思いますので、私も気を引き締めて審査に当たりたいと思います。ありがとうございます。視聴者の皆さんに向けて何かありましたら一言お願いします。はい、ですね、社交ダンス今日は、競技会という形で、発信されているかと思いますが競技以外にもいろんな楽しみ方ができますのでぜひ踊られていただきたいなと思います。ありがとうございました。レジェンドの伊賀真奈美先生いらっしゃいました。ちょっと一言いただいてみます。先生今日よろしくお願いします。皆さんに向けて一言を頂戴できますか。はい、楽しく生き生き踊ってください。はい、ありがとうございます。受付やってまいりました。選手受付の長本間先生、おはようございます。おはようございます。簡単な自己紹介をお願いします。はい、選手受付長をやっております、本間俊博です。よろしくお願いいたします。はい、今日のお仕事に向けて意気込みをもしありましたらお願いします。はい、選手受付というのは非常に朝が早くで終わるのもちょっと遅いですので、
最後まで間違わないように選手に背番号を渡せるように努めたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、最後に選手に向けて一言お願いします。はい、選手の皆さん日頃毎日練習してると思いますけど、今日は皆さん決勝に向かって、そして優勝に向かって、頑張ってください。はい、以上です。ありがとうございました。はい、お名前お願いします。秋山雄太郎です。船木さんにあれです。はい、今日の、衣装の、特徴はどこでしょうか。見どころと言いますか。はい、背中がスケスケのところです。あ、かっこいいですね。自分たちのダンスを一言で表すとどんな感じでしょうか。でかさです。でかさですかね。でかさで勝負。はい、パートナーさんはどうですか。皆さん目立つ。目立つ。はい、では頑張ってください。どうもありがとうございました。ではお名前お願いします。岩泉雅彦です。佐藤千鶴です。今日とても素敵なお衣装ですが、衣装のこだわりポイントはどこですか。色が白とか黒に目立つものをこだわってて、まあ、どちらかというと体にフィットする感じの衣装が好きですね。私もそうですね。自分の着たい衣装は、色には別にこだわりはないんですけど、デザインはちょっと好きなものを選んでます。はい。ご自分たちのダンスを一言で表すと。過激なダンス。過激なダンス。はい。お互い思いやるだ。あ、いいですね。はい、はい、では今日は頑張ってください。どうもありがとうございます。じゃあまずお名前をお願いします。リーダーの石坂康夫です。はい、パートナーの田尾一子です。はい、今日の衣装のこだわりポイントを教えてください。衣装は、体型に合った衣装ですね。僕の場合お腹が出てるんで、お腹を隠すようなベルトがあるやつだとか。かっこいいですね。はい、はい、私はこう踊れるようになるのが目標。はい、ですね。はい、では今日の意気込みお願いします。今日の意気込みは楽しむだけです。はい、同じく楽しく。はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございました。はい、お名前お願いします。リーダーのオータイムです。はい、パートナーの松本京香です。はい、昨日の夜は何を食べましたか。餃子カレーを食べました。はい、野菜カレーを食べました。美味しそうですね。はい、はい、では自分たちのダンスを、表現するとどんなところを見てほしいですかね。僕たちは、体力に自信があって、すごい縦横無尽に、駆け回るというか、すごい、迫力のあるような踊りが自分たちは、長所です。はい、はい、見てる人が笑顔になったり、わすごいなって、楽しいなって思ってもらえるようなダンスをすることが目標です。はい、どうもありがとうございました。では頑張ってください。ありがとうございます。はい、今 A 級ラテンを踊り終えたばかりの大木組に来てもらいました。ありがとうございます。本日調子の方いかがですか。2人とも合わせて頑張ってます。ありがとうございます。次は A 級スタンダード控えてますけど、もし意気込みとかありましたら教えてください。今日も私たちの踊りを皆様にお見せできるように、私たちも精一杯楽しみながら踊りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もし今の自分たちのセールスポイントとかあったら。そうですね、見ていただいた通り、ちょっと僕らは割と高身長なので、はい、その高身長を活かせるように2人で工夫して頑張っています。ダイナミックに。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ただいま観客席におります。お客様から、OK いただきましたのでインタビューさせていただきます。今日ありがとうございます。どちらからお越しになりました。石狩から来ました。はい、ありがとうございます。推しの選手。はい、中島龍太岡田綾ペアです。おー、ありがとうございます。
今までご覧になってみて選手たちのダンスいかがですか？はい、今日もとても楽しそうに元気に踊っていると思います。ありがとうございます。ボールルームダンスについて印象ありましたら、何か印象がありましたら。はい、私はまだ見始めてから3年ぐらいなんですけど、はい、すごくこんな世界があるんだっていうのを全然知らなくて、いつも感動して見させていただいてます。ありがとうございます。この後何かお二人で美味しいものでも、はい、ソフトクリームを食べて帰ろうと思います。ありがとうございました。ゆっくり楽しんでください。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、観客席から、大丈夫です、観客席からまたお届けいたします。応援のお客様からちょっとインタビューさせていただきます。今日はどちらからお越しですか？あ、札幌から来ました。札幌から、どちらからですか？札幌です。はい、今日推しの選手いらっしゃいますか？あ、もう友人の応援できたので、ちょっと何回言ってもいいのかな、どうなんだろう。高橋さん応援、高橋選手、はい、ありがとうございます。今日全体的に選手権見てみて、何かご感想があればいかがでしょう？なんか皆さんすごい、全然知識ないんですけど、すごいなんか姿勢から何からすごい美しいなと思って見てました。お願い。美しいので初めて見たんですけど、なんかすごい癒されるなと思って。ありがとうございます。この後終わったら何か美味しいものでも、小樽で小樽の美味しいもの食べていこうと思います。天気もいいのでビールも飲みたいと思います。あ、いいですね。ご一緒ですね。そうですね、天気もいいのでちょっとビールで乾杯して。じゃあ、楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございます。お名前お願いいたします。はい、安田義弘です。安田英子です。はい、今日とても素敵なドレスですね。こだわりのポイントがありましたら教えてください。そうですね、この色の赤と青のバッとした感じと、あとここのパーがついてちょっと華やかな感じにしてみました。はい、では、自分たちの、踊りの、セールスポイントといいますか、はい、ここを見てほしいというところがありましたらお願いいたします。そうですね、できるだけ2人のこの空間を広く取って、私は左へ左へと、彼女は右へ右へ離れて大きく踊りたいといつも思って練習してますんで、それをぜひ見ていただきたいなと思います。はい、はい、そうですね、自然なスイングができるように、はい、頑張ってギュッとならないように、そういう感じで練習して本番でもできればなと思います。はい、分かりました。では頑張ってください。どうもありがとうございました。はい、お名前お願いします。はい、シニアに出ている多田浩二と言います。多田花です。はい、今日のドレスの衣装のこだわりポイント教えてください。そうですね、明るい黄色っていうことと、この袖の羽がちょっとポイントなので見ていただきたい。ゴージャスですね。立体感ありますね。はい、はい、自分たちのダンスで見てほしいところ、はい、お願いします。見た感じ、なんか良さそうに踊ってるのを見ていただきたいです。そこ？いや、はい、ホールドの広さ、綺麗さをこだわってるので、そこが今日も出せたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。では、頑張ってください。ありがとうございます。はい、では、お名前お願いします。はい、はい、近藤好美です。はい、お互いのいいところ教えてください。はい、じゃあまず男性から。はい、はい、かわいいところ。はい、パートナーさんからは。優しくて心の大きいところ。優しくて心の大きいところ。あ、誰か乱入してきましたね。はい、それでは、頑張ってください。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではお名前お願いします。私は村田亮介と。村田中溝まどかです。はい、自分たちのダンスで、ここは見てほしい、ここがセールスポイントっていうところを教えてください。僕たちの、強みというのはやっぱり大きく動くことと、あとお互いのこの男女の関係であったりシルエットが非常に強みになっているので、そこを見ていただきたいと思います。はい、どうでしょうか。
ゃあそうですね、あの私の顔がキラキラしててとてもいいと言ってもらえるので頑張ります。では、お互い相手のいいところをね、はい、言ってください。お願いします。はい、まあ、相手のいいところは今、言ってたんですけど、表情っていうのが、その明るいんで、やっぱりその、試合になった時とかは、やっぱりその観客の方から、応援いただけたりみたいな、そういうところが、やっぱり、いいところですね。はい。彼のいいところは、私がよく足型を間違えるんですけど、まあ、鬼のリード力で持ち直させてくれるところです。はい。それでは、頑張ってください。どうもありがとうございました。はい、選手の方にインタビューさせていただきます。お名前と出場セクションを教えてください。藤田茂雄。藤田敏子。セクションは今日は、スーパーシニアとグランドシニアに出ます。はい、ありがとうございます。あの今日の意気込み今日の意気込み、はい、今日というよりまだまだ長く続けるように頑張りたいと思います。ファンの田さん、習ってることをきちっとできるといいなと思いながらします。 ありがとうございます。今日なんか終わったら美味しいもんでも食べていきますか。そうですね、はい、食べていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。アートさん、どこからですか。簡単なのはい、たった今決勝を踊り終えられましたカップルに、インタビューさせていただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お名前をお願いいたします。スタイと申します。山口です。はい、ご出場のセクションは D か、はい、D クラスです。で決勝でしたね。はい、アマチュア D です。はい、あの思い切って今日の出来栄えはどうでした。今日は緊張して踊りました。緊張して踊りました。出来栄えったらまあこんなもんですかね。パートナーさんは、はい、そうですね、なんか間違えちゃったりしたんですけど、まあどのくらい出来栄えね、私もうちょっと踊れると思う。お互いの長所を教えてください。長所、じゃあパートナーさんの長所は。私の長所はパートナーさんパートナーの長所はね、忍耐強いです。ああ、なるほど、はい。こちら頑張り屋です。頑張り屋さんですね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。進行ナンバー48番、アンチュエイティスタジナのセッションの決勝でございます。それでは決勝進出者をご紹介いたします。スタジナ1番竹内義孝、奥本真奈、札幌女子。
本日は優勝おめでとうございます。ありがとうございました。お名前の方お願いします。斉藤孝之と申します。はい、玉井恵理子です。はい、今日、気をつけて意識して踊られたことありましたら教えてください。今日気をつけたことはしっかりと音楽に乗って踊ることと、あとポスチャーですね、それをしっかりと保って踊るように気をつけてました。はい、楽しんでリーダーに合わせて踊ることを気をつけてました。はい、今後の目標を教えていただけますか。今後の目標ですか、北海道インター2020年終わりたいなと思います。役員の皆さん、ちょっと手を止めてパッと集合してください。フロアまで役員の皆さんお願いします。試合に出れるようになりたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はおめでとうございました。ありがとうございました。はい、アマチュア A 級ラテン部門スタンダード部門ダブル優勝の大木組に来てもらいました。本日はおめでとうございます。ありがとうございます。今日一日踊りを終えて一言お願いいたします。すごく小樽の人や札幌の人、いろんな人に見ていただけて、ね、楽しく踊ることができました。ありがとうございます。ありがとうございました。これからビッグ競技会どんどん続いてきますけど、まあ、思いがありましたらどうぞ教えてください。そうですね、6月には日本インター北海道インターがあるので、そこに向けてまた自分たちの踊りに磨きをかけていきたいと思います。はい、さらにダイナミックスにパワーアップしたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。今日はおめでとうございました。ありがとうございます。